今月17日に投開票が行われた兵庫県知事選で、斉藤元彦知事に自転で敗れた前尼崎市長の稲村和美さん。講演会によりますと、稲村さんが否定しているにもかかわらず、X 上には県庁の建て替えに1000億円の費用をかけるや、外国人賛成権を推進しているなどといったデマが確認され拡散されたということです。 このため稲村さんの講演会は選挙の自由が妨害されたとして複数のアカウントに対し公職選挙法違反の疑いで告発状を提出また嘘の通報で講演会のアカウントが2度凍結されたことについても議計業務妨害罪にあたると訴えています稲村さんは結果に疑義があるわけではなく建設的な検証をしていくことになればとコメントしています